じゃあ、こんにちは。はい、あ、こんにちは。入りがすごいね。いやいや、もう、はい、はい、終わりも。面白い。なんかブツブツ言って、はい、この、いろんないいピッチャーを受けてきたと思うんだけど、うん、ちょっと絞ります。うん、3本柱に。うん、斉藤、牧原、桑田、うん。やっぱそれぞれやっぱ特徴があって。それぞれいいピッチャーですよね、本当に。じゃあ、斉藤正樹をリードするときに気をつけたことって何なの？いや、それは気をつけるって別にないですよね。やっぱない。いや別に。そのただそのバッターと勝負してる時にちょっと今日はただストライクばっかり投げすぎやなとか、うん、それはもう桑田も斉藤もベンチ帰ってきた時にもうちょっと散らせへんとか調子ええな分かるけどみたいなストライクばっかり投げてくると基本的にもうみんな3人とも打たれるわけないと思ってるんじゃないですか僕は思うけど俺が調子よかったら大丈夫俺がきっちりあそこへ投げたら大丈夫でもね打たれるのが俺の世界じゃないですかでもさ俺の斉藤正樹の印象はさ、うん、まあ例えば困ったら力勝負に来たっていう斉藤はそうあいつはもう困ったらまっすぐ投げてくっちゃう、うん、だから俺も今ふと思い出したな9回ね、うん、1対0で勝ってました、はい、2アウトランナーなし左のホームランバッターが来ました困った時に俺が外のまっすぐ出したんだけど、はい、首振られて外のカーブ出しました首振られてインコースカーブ首振られて嘘やろインコースまっすぐ思ったらタイムって満で行って斉藤ここインコースまっすぐやめようもしもホームランやったらアホになれる村さんここがまっすぐインコース絶対大丈夫って俺は信じてくれみたいな、はい、あやっぱそうなの、分かった好きにせえってでも行って、はい、1コース構えて押さえたで帰りました、はい、ベンチあれ堀内さんか山倉さんか忘れたけどお前あそこでインコースないやろってピッチャーに行ってピッチャーに行ったこともありますよでもバッターとバッターの心理からすると、はい、やっぱホームランがあるバッターでインサイド勝負に来るとは思ってないもんね、うん、大体こう外で散らすか落とすか、うんま、曲げてくるかっていうそういう待ち方をしてるから、そこで力勝負するっていうのはね。だから結局斉藤っていうのは左バッターですよ。うん、左バッターはインコースまっすぐ一番投げやすいって昔から言う。まあそうやけど状況によるんだよお前は。いやまあそりゃそうだ、ね。ああいう方もそうなの。バッターの近く右に的があるっていうわけですよ。でアウトコースならストライク投げなきゃあかんと思ったらちょっと甘みが入ると結構あるっていう言うんですけど。なるほどね。でも20勝投手だったもんね。そりゃそうですよじゃあ牧原は牧はもうカッカもういやみんなそれカッカするんでしょうけども、うん、牧は一番カッカするから、うん、イライラするよねもうだからもうまああいつの時はこうなだマウンド行ってんのこうなだめるというかね、うん、牧そんなカッカせんでもうそれがアンパイアだったりとかさ、うん、ファールと粘られたりとかしたらさイライラしもうイライラとしてもう分かるんですかもうなんかでも見てて仕草でねあ仕草で、うんだから付き合い古いからさそうですよ、ね、でも一番やっぱりその3人の中でまだ桑田の話はもう後にするけど、うん、3人の中だったら一番リードしにくかったのは牧原いやもう最近とも付き合い古いから一緒ですよやっぱり一緒いやただ並べたりする面倒くさい作業があるそれはキャッチャーとしての仕事じゃないですよで終わってみた時にやっぱ買ったらああ俺のあれ一言よかったんかなとかな思うのがキャッチャーじゃないですか、うん、あそこの一言聞いたかでも完全試合やってるよねそうですね、本当に福岡とね、はい、あの時はできると思った、うん、いや、僕は思っていや9回9回ワンアウト取って、うん、これまさかほんまにあるなで、ツーアウト取った時にこれ追い込んで振り逃げ最悪やなやっぱさ、考えてたいや、これちょっとやばいって言って最後のボールは何だったのインコースまっすぐ、詰まったファーストフライ、ファールフライあそうだよね、うんそれなフォーク出しにくかったいや、もう出さないと思う もしものことがあるからもしものことがえらいこっちゃうねあでも牧原に聞いた時は、うん、あれ途中からこうなんかこうゾーンに入っていくというか、うん、そういう感じがあったらしいそれやったから好きなこと言えますよそうか、うんまあれは大変だもんなでもあとやっぱりそれがやっぱり牧とか増井も斎藤だってヒールピッチャーっていうのはやっぱり自分がすごいと思ってないけどうのぼり屋さんが出なきゃダメなんじゃないですか、まあ、ピッチャーもねー特にね、うん、ピッチャーが人が良くて、ま、あのいやダメじゃんやっぱり、うん、小山大将がいいんじゃないですか確かにね、うん、
でもその時受けてる時ってやっぱちょっと違った？いや、コントロールすごい良かったイメージ。あ、コントロールが良かった。ボールはいつもでしょ、コントロール、今日もコントロールいいな。でもそんな僕も試合出てるじゃないですか、一応。そしたらエラーもあれば、やっぱりストライクと思ったミスジャッジでボールって言われることもあるじゃない、で、ファーボールもあるしさ。だから6回終わった時にみんなをこう、なんかちょベンチ帰ったらざわつくよね。あるんじゃないか、またお前してるしてる、いや、そう、もう6回、そんなあと3回も7、8球やって、そんな打たれますよ。余計にこれからもうバッターが目が慣れてきてね、はい、余計にこう見極めも良くなってきて、で、みんながこう、なんかちょっと雰囲気が全然違うわけ。だから俺は牧と同級生やったし、牧、お前すごいな、お前やってみよ、お前ってみんなが振り返って、なんかこう、まあ、いらんこと言って、いやいや、平気で言われたっつってたよ、マキも、お前何言ったから、ちょっとやれるもんやってみぐらいまで言ったわけ、はい、みんなで、そんな、みんな、ほんまやれると思ってんのみたいな、お前も言っちゃったし、はい、で、7回終わって終わった時には、これひょっとしたらノーヒットノーランはあるかなって、完全に言えば無理と思ってるから、もう無理の前提でも話してるからそこは無理だと思ったんですね、うん、完全試合ノーヒットノーランはチャンスあると。8回終わって終わって、うわこれノーヒットノーランチャンスあるな、でもワンアウト9回、でも欲が出てくるでしょ、で9回でワンアウトった時に、うわこれノーヒットノーランと完全試合、フォアボール、フォアボールはええな、ノーヒットノーランいろいろ考えも考え出すのよ、やっぱり。で、牧原投手も変わってきます、うん、やっぱその回を追うごとに牧顔が青ざめてた、顔がさ、いやでもさ受けててさ、立ち上がりに力感じてもだんだん落ちるピッチャーっているじゃん、うん、それは感じなかった。で、牧は基本的にあの試合が決まった展開とかなってすぐあの抜くピッチャーなんだ、あいつは。まだか勝手にちょっと遊び玉を掘ってくるわけ、はい、もうあのあの時は記録があったからずーっと真剣やったと思う、抜かずに、もう4点が差あって9回でワンアウトも取るのも負けやんな、もうボションみたいなボション完全舐めてるなみたいな、もうボション、うん、やっぱりそういうテクニックも昔のピッチャーってあったよね。うん、だからあの時は本当にもう最後の最後まで、最後もまたインコースまっすぐいいとこでぐしゃー詰まってファーストぐらいで落合さんがもう見たことないの全力疾走でさ、もうエラー神経、いやファールフライだったらいいんだけどさ、はい、ファールフライ、あファールフライでもダメか、ベンチ前、でもエラー、あれはエラーになら、エラーになっちゃったらいいやらない、うん、ならもう、はい、じゃあ桑田、まっすぐ取れるし、でまっすぐはもう斎藤はさ、斎藤はまっすぐカーブ2周じゃん、うん、豊さんとか左の A バッターだけたまに進化をピッチャー、はい、でも、マセミはもうまっすぐがあって、スライダーがあって、カーブがあって、シュートがあって、まあ、フォークかチェンジアップか、まあ、何でも適当に掘ってくるからさ。それ、でも、その全部の球種が勝負球にもなったということ、桑田は。そうですね。うん。そしたら、キャッチャーとしては、ね、意外と楽なピッチャーだった。いや、でも、やたら球種だから、迷う手がありますよね。あそう、逆にな。うん。うん、でも、組み立ての中ではまっすぐ、うん、スライダー、うん、まあシュート、そうやシュートね、まあこの3つが基本的な、いかに球のカーブを見せるかって、どこでカーブを見せようかなーってたまーにでしょ、うんうん、そんなに多投はしてなかったよね、まあ、そうですね、たまにですね、うん、じゃあまとまりのあるピッチャー、そうですね、でもさ身長がなかったでしょ、うん、身長がないピッチャーであそこまでできたっていうのは、うん、受けてて何を感じた、あんまり体勢してないじゃない、うん、短命に終わるじゃない、だいたい小さなピッチャーって、うん、そうですね、だからやっぱりあのよく走るし、うん、体強いじゃない、うんうん、でもやっぱりあのそう思ったら増美も9回とか130球投げたら130、増美も結構一生懸命あるピッチャーですよね、うん、でもそれ多少イニングで 100%90% でこうあるんだろうけども、うん、一番牧が100、牧がピャッと50ぐらい抜いたりするから、どめちゃうとどうなんやろでもあの牧原っていう投げることが一流だけども、それ以外は確かないわけねそれ以外、そう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 、いやフィールディングがうまかったら、うん、もっと勝ってたっていう、斎藤さん足も出てたらヒットだから、センター前だから斎藤と桑田さんは増美っていうのはもう投げるのもいい、足も速い、はい、守備もいい、バッティングもいい、持ってたもうセンスの塊なわけ、
助かりますよね、その守備も良かったら。だからもう、牧は、カーン、よし、ピシャゴロッと、センター前、しっかり取れよ、牧みたいな。だって、一塁ベースに行って、股関節痛めるぐらいええですよね。いや、斎藤、ただの、マスミっていうのは、たぶん、あのセカンドローに行ったら、ダーッと走っていく。はい。牧がしょっちゅう、あ、牧強い、そういう問題ないんだみたいな。もう投げる専門なんですね、槙原さんは、うん、桑田さんはそのキャッチャーの要求に首キャッチャーに、いや、それはみんな振りますよね。それはもう横に振るってことはないですか。縦に振るってくる、あの、OK、そのこサインで OK と、はい、でも基本的にみんな OK じゃない。でもたまにやっぱり 振られますよ。それは振られるよね。基本的には嫌な振ってって言ってタイプやし、うん、振られることにあの3人後輩でも、もう振って、やっぱその人の時のやっぱり感性で絶対あると思うから、でもその、じゃあ3人の中で、3人エースみたいな扱いだったじゃない。ああね、もうそれはもう、その中で、松さんがつけるとしたら、誰がエース、その中の。でもやっぱ僕思うのは、斎藤じゃない。だったら200な、だってあの130試合、240イニングを掘ったシーズンあるよ。すごいよ。今200イニングって言われてるじゃん、140試合で200イニングおったらすごいって言われてるでしょ、まあ、メジャーもそうじゃん、200イニングおったらすごい。で、あの時最後240イニングおった時あって、あれ、開幕から11練習、11完投かなんかしてたよね。89年ね、僕は出れなかったんですけど、ね、あの時は出れなかった。もう90年からだから、うん、でも、マスミも200イニング何回も超えてるからね。タフですね。で、その他、マキはすごかったけど最高11勝ぐらいなんだよ、マキはね。多分マックスが12勝ぐらいかな。12、3勝、あ、ごめん、12、3勝だったね。そうだって、うん、もう最ってるか、もっと勝ってるイメージが12、3勝だもんだよね。マス、だから斎藤は20勝でしょ、はい、マスミは10、いつも2番で18勝だから斎藤の次にだから、うん、やっぱ斎藤になるんだよ、マサキになるんだ。あと完封のイメージもあります、斎藤マサキ。もう太陽時代全く勝てなかったんだよ、斎藤正樹。平野さん、そう勝てなかった。ヤクルト戦に強いイメージだった。まあ、どこでも勝ってんだけど、ヤクルト戦に強いイメージだったけどな。いや、福島かなんかで、9回に逆転ツーラン打ったんだよ。まず勝てなかった。いや、その全部、あの、先制点全部勝てなかった。いや、そこはなんか覚えておいてほしいな。天才じゃないんだよ。負けた試合はバーンじゃないか。負けた試合はたまたまやって終わったんでしょ。いや、そんなことないの。